どうもです。イチューバーということで、ついにやってきました。決戦の日が絶対勝つ。はい、まずはこちらですね。ドン !10 万円。さあ、まずはちょっと入金していきます。行ってこい。お預けをする金額を入力し、はい。はい、10万円入れてきました。今から予想はしててね、勝負において、情をね、市場を挟むのは本当にご法度なんですけど、この1号艇の若林選手、もう現役時代お世話になって、めちゃくちゃ優しい人で、若林さんで負けたら、後悔はない。これはね、1号艇、頭、固定でいきます。2号艇、三角さん調子いいですし、3号艇、吉島さんもめちゃくちゃモーターいい。関さんもうまいですし、5号艇、高価さん。6号艇に岡村さんがいるっていうのも怖いですよね。なんですけど、ここに岡村さんがいるっていうのも怖いんですけど、やっぱね、広く買ってもね、この勝負面白くないと思いまして、まず岡村さん、買いません。なので、2、3、4、5号艇。まあ、三角さん、2号艇三角さんは、前節優勝しますし、勢いあるんで、まあ、三角さん東京支部ですし、もう、これは外せない。あと関さん、エンジンもまあいいですし、点数も一番高くて、やっぱ4号艇の関さんは、ちょっとね、外せないですね。そうなったらやっぱ3号艇吉島選手、5号艇高川選手、どちらかを外そうと思うんですけど、これね、2択いつも間違えるんですよ。今日だけは間違えられない。本当に。まあ3号艇吉島選手、エンジンめちゃくちゃ良くて、本当に正直めちゃくちゃ怖いです。今節、一節か見て、めちゃくちゃ怖いんですけど、悩んで、決めました。5号艇高川選手。なので、まあ予想としては、まあ1号艇若林選手がしっかりスタート決めて逃げて、吉島選手はエンジンで外攻めると思うんですけど、2号艇の三角選手がちゃんと刺して追走、もしくはまあ3号艇が攻めた時に、展開もあって4号艇がうまく刺してくれば4の2着もあるんじゃないかな。4がうまく刺したら5号艇も来ると思うんで、1着が1、2着が2、4、3着が2、4、5の4点を1万円です。これ保険でね、3の3着を買うか、5の2着を買うか迷ったんですけど、5の2着を買いたいと思います。ということで、1頭で2着245、3着245を、6点を1万円です。この10万円で、いきたいと思います。頼む!1頭、2、4、5、2、4、これどうやってやるの ?1 万円って。これか。この万の位塗るの初めてだ、俺。1頭24、245に1万円。1頭24、245に1万円です。6点。はぁ、あ、なんでもいいか当たってくれ。頼む。ちょっと待ってくれ、頼む。まあ10倍企画の前半ギャンブル企画やって、結局マイナスで終わってしまって、かまいたちのおきてにボートレースの回で出させてもらっても一回も当てる姿を見せることができなかったので、もう本当に集大成、勝って帰ります。やっぱ平和島は僕が最後に走って、平和島で走って引退したんで、やっぱこの企画の最後もね、平和島しかないっしょ。頼む。そしてあと6コースが6号艇の岡村雅史、出し島グランプリアウトから制することができるでしょうか。スタイルは2対4、進入地から1番2番
3番、4番、5番、6番スタートしました。5コース、6コース、1コース進行しました。石井1マークへ向かっていきます。さあ石井1マーク、2コースから1号艇若林、センター3コース3号艇吉島握って、内側からは4号艇の関が向こう上面に入っていきますが、陰線こらえましたか1号艇の若林、内迫る4号艇の関ですが、その差は2停止。スタートは前提正常でした。その後ろ3号艇の吉島が3番手に続いて1周2マークの攻防です。先頭1号艇の若林が2マークを先取っていきます。追っていきます4号艇の関、内側からは3号艇吉島ですが、直線コースは大勢1番4番3番で早くも3艇が抜け出しました。レースは2周目です。トップ1号艇の若林、少しリードは広がりました。5、6艇身のリードを取って2周1マークを旋回。2番手内寄りから3号艇吉島、もう一度前を追っていくんですが、ここは4号艇の関がかわして2番手、2番手3番手も定間が開いて3番吉島3番手、上位体制は1番4番3番でレースは2周2マークに移っていきます。見事人気に応えました1号艇の若林が先頭、第12レース優勝戦まもなくゴールインです。先頭1番若林優勝ゴールイン、2着は4番の関、3着は3番吉島ゴールイン。うわー2830円もついてる。そうなったらやっぱ3号艇吉島選手、5号艇高架選手、どちらかを外そうと思うんですけど、これね、2択いつも間違えるんですよ。今日だけは間違えられない。本当に。悩んで。決めました。5号艇、高架選手。もう足られば意味ねえもんな。3と4の組990円でした。その他は、ああマジか。はい、ということで2択を間違えてしまいました。はい、いやーきついな。ちょっとこれは1年は引きずるな。いやーでもまあ楽しかったです、こういう機会をもらって。ちょっと待って。ということで皆さん1年間ご視聴ありがとうございました。だんだん